今日は2019年5月14日1時42分ですね。今日の朝日新聞のこれは社会面ですけども、日本維新の会の丸山穂高という衆議院議員が北方四島の返還に戦争を やって取り返すしかないんじゃないか、そう思わないかというふうに国後訪問団の団長さんに、詰め寄ったっていう話ですよね。まあ、今日の朝のニュース番組で取り上げて、まあ、けしからんという話になってますけどね、まあ、全くけしからん話だけども、こういう意見がね、酒酔っ払ってたからって言って出るちゅうことはですよ、こういうふうに思ってるちゅう人がいるちゅうことですよね。そして特にわけこの維新の会だとかね、自民党の中でもそういうのがいっぱいいるんだろうけれども、口では平和が大事とか言いながら戦争やるときでしょうがない連中っていうのがいっぱいいて、結局はそういう人たちというのは権力を持っている、力を持っている軍産複合体の意向に従っているというふうに私は思うんですよね。そしてね、あえてここで触れたいのはね、この維新の会というのは、まあ大阪で、橋本徹なんかが中心になって、日の丸組合を強制をずっとやってきた人で、君が代が流れてるときに起立しなかったらそいつはクビにしたっていいんだというような条例を作ってるわけですよね。まあ基本的にですよ、私は思うんだけども、この日の丸君が代の強制、そして憲法9条を変える、教育勅語を信奉する、そして戦争をやった方がいいんだというふうに思っちゃう、これみんな私はねセットだと思いますわね。大体こういうところで共通にそう思ってる人たちの割合が維新の会だとかそういう人たちの中では私は高いんだろうと思いますよ。まあ、中には私はこれはこうなんだけどこれはこうだっていうに違うという人いるかもしれないけど、私にはそう見えるわね。そういうことですけどね。まあ、ロシアが混乱しているときに戦争を仕掛けて、それで力ずくで取り返すしかないんじゃないか。このね、島とか領土とかね、まあ、この国後レートル北方四島というのは人が住んでいる島で、まあ、それをどこの国が所有するかということによって、まあ、利害関係とか大きく関係することはあるけれども、例えば尖閣諸島だとかね、あんなところを取り合ってですよ、人が住んでるもしない、確かにまあ資源を自分どっちの国で取るかということでは意味あるんかもしれないけども、それをですよ、戦争をやるということは人が死ぬということですよ、人間の命がそれと引き換えになるということですよ。私は繰り返し言いますけどね、人の命として引き換えにしていいほど 大切な島なんていうものはありえない。北方四島を取り返すために戦争をやって人間が死んでですよ、その結果日本の領土になりました、めでたしめでたしですかって話ですよね。そのために何百人だか何千人だか死にました、下手すらもっと凄まじいことになりますよね、戦争を起こせばね。で、それで死んだ人、そしてその遺族関係者、どんないいことがあるんですか。さあ日本の国に戻ってきました、今までと何が変わるんですか。そこに行っ
って日本人が暮らすことができます。もともと日本に日本人が住んでいたところで、もともとその国にその島で育った人たちは戻ることができます。それで本当にその人たちがハッピーになるんですか、今住んでる人たちはどうするんですか、もうそんなこと関係ないんだね。こういう人たちというのはね、とにかく取られた、戦争で取られたんだから戦争で取り返せって言ってるだけだよね。その結果どんな良いことがあるかということは考えない。その結果どんな悲惨なことがあるかも考えない。唯一言えるのは、そういうことが起きたら得する人たちがいるということですよ。それ私たちは忘れちゃいけないね。軍産複合体、軍事産業、軍隊、それが今世界的にも大きな政治的な影響力を持っていて、世界中で起きている紛争の多くはそれらによって引き起こされた陰謀だっていう指摘があるんだよね。もうトランプさんなんかもその手先のしか見えないけどね、私はね。まあ世界中の人がですよ、みんなで仲良くすればいいじゃねえか、仲良くできないどんな理由があるの、困ってる人たちがいたら助けりゃいいじゃねえか、独裁者がいたらそういうことやめようじゃないかって言えばいいじゃないか、人間を抑圧することをやめようじゃないか、ね、今ベネズエラで、紛争が起きてますけどもね。でトランプさんが支持しているのと、それから、まあ、現大統領というのはロシアと中国が支援しているというけども、ごちゃ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 やってるよね。でそれぞれ言い分があるんだけれども、結局暴力的な武力的な戦いが誘発されるようなことを仕向けてですよ、儲かる連中がいるということですよね。まあ昨日もちらっと話しましたけども、チリなんかに至ってはですよ、民主的に選ばれた社会主義の大統領がですよ、アメリカが仕掛けた陰謀によってですよ、 CIA が仕掛けたクーデターによって軍事政権になって、その後軍事独裁政権で人権がずっと抑圧されたなんてことが起きてるわけですよね。まさにこれなんていうのは、まあ軍産複合体の陰謀としか言いようがないよね。まあ、そういうことを我々は踏まえてですよ、こういうことを言う連中というのがいてですよ、まあ私はこの維新の会の連中なんちゅう、日の丸組合を強制しているような連中っていうのは、大概まあそういう意向に従ってるんだというふうに考えた方がいいと思いますよ。だからもう一回言いますけどもね、憲法9条を改正、戦争できるようにしましょう。日の丸組合を強制して従わないやつは、従わない教員はクビにしてもいいんだ。そういう連中はですよ、まあ、結局は戦争賛成派で戦争やったっていいんだ、軍産複合体の手先だというふうに考えていいんだろうという話ですよね。ということですけどね。Oh.
めくり落ちた雲の影、お馬に揺られて濡れてゆく。ということで今日お送りしておきます。